皆さんこんばんは歴女な主婦あやです。私のうんワクワク拒否調査結果がありますのでお知らせします。子供が起きてきた。<laughs> 子供がわさわさやってるえ。私の知り合いの話ですけれども、えー、歯科衛生士さん女性の歯科衛生士さんが職場で えー、職場で全員打たないそうです、えー、枠を枠を打たないそうですで従業員がね、えー、っと6名ぐらいですねあの歯医者さんの先生も合わせてあと歯科医師さん衛生士さんと合わせて6名が全員全部打たないということに決まったらしいです、ね、そういうところもあるんですね。あとは あとですね、まあ私はこの、えー、昨日の前昨日の動画で、うん、アレルギー検査の証明書を出すしか手はないんじゃないかみたいなことね思ってたんですねまあ我々っていうのは、まあ、子供とかもですけれども、まあえー、学校とかね学校とかまたは、まあ、公共施設ですよね、まあ、若い子供だろうが年寄りだろうが。 まあ私たち私らの年代になると、まあ、若年層というか中年層というになると、まあ、会社に雇われて、まあ、組織の言う、まあ、とにかく自分の所属している組織の言うことを聞かなきゃならないっていう、ね、ことがありますのでねでそれそれなんですよそれなんですよ。それなんですよまあ、ところがどこへ私の知り合いで,、えーまあ、でお,ばおばあちゃんが、まあ、デイゼ うんと介護あ違うデイサービスに入る、はい、と毎日ね、まあ、通うようになるみたいなんですけれど毎日ではないかな通うようになるみたいなんですけれどもまあ打た,打たないって打ちたくないって言ったらまあ打ちたくないならしょうがないですねいいですよみたいなふうに、ね、なったんですよ。こ、ええ、これはちょっとこの まあ組織,組織や、まあ、所属する会社によって違うんだなということがね分かりましたのでね、まあ、わざわざねあ、まあ、アレルギー検査したいとか言ってるとアレルギー検査ってもともと子供用なんですよね本当にね。 うんまあ、私が今子供を持ったからは知ったんですけれども子供用みたいな感じなんですよだから大人がアレルギー検査ってとか言ったらそう自分で管理しろよっていう話になるんですけどまあでも高齢者だってねアレルギーの人いっぱいいますからねそれでもなんかそんなやらないみたいなんですよねだからまあ大人なんだから <laughs> 大人は大人は特にまあ組織が。 いい人であればね組織のトップがいい人であれば結構まだまだね断る方法が方法にいけるんじゃないかと感じました。はいということでワワクワク断りの、えー、報告でしたまあほ他をねいろいろ見てみるといいですね他の人方の情報をね、まあ、医療関係者にも聞くのもいいと思います。医療関係者は そうですね <laughs> 終わりそうで終わらないあの医療関係者の人は結構もう打ってますねみんなね私の周りの看護師の友達とかもね結構もう2回目打ったよみたいなねことを言って、まあ、それはそれはそれでね、えー、当,たり当たり前っちゃ当たり前ですよね打つのはね医療従事者はね。はいということでしたありがとうございました。